メック星の激闘でフリーザを倒し、地球で平穏に暮らす Z 戦士たち。そんな彼らの前に人造人間セルが現れる。次々と傷つき倒れていく仲間たち。悲しき未来を変えるため、父の意志を継ぎ地球を守るため、新たな救世主として時代を託された孫悟飯は怒りの超戦士として覚醒する。孫悟空が帰らぬまま約1年が過ぎた頃、復讐だが、そこに謎の少年が現れ、パワーアップしたフリーザと対峙する。スーパーサイヤ人は悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。何？その少年はスーパーサイヤ人となり、あのフリーザを瞬殺してしまう。フリーザの来襲、そして悟空の帰還。彼はブルマとベジータの息子であり、タイムマシンに乗り未来から過去へやってきて、3年後に現れる強敵人造人間を倒し、地獄の未来を変えてもらうために。もし生きていられたら必ず応援に来ます。生きろよ。いい目標ができた。こっちもそのつもりで修行すっさ。そして月日は流れ、運命の日が昇る。果たして人造人間とは。新たなる激闘の幕が上がる。あんたらは見なかったか？殺人をやらかした二人組がどこ行ったか。まさか。
お前たちに我々は倒せない。いいだろう。好きな死に場所を選べ。 肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。 何？ 아니 이
いてこれで他にもいろいろ他にもいろいろこれ他にもいろいろあるこれ他にもいろいろあるぞよこれ他にもいろいろあるぞよこれまだ何か用かい？カロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。20号どうか私に始末させてください。欲張りめ、ま、俺にやらせろベジータ。絶対に手を出すな。
용! 아니!